どうも、こんばんは、エネムです。やっとメンテが明けました。ですね僕はちょっと友達と遊んでいましてですね、まあ、7時にグルカロをやっているということはなかったんですけど、まあ、8時ぐらいかな、よしやるかと思ってつけたら、ああということで、メンテが入っていました。というわけで、ただいま9時50分、ようやくメンテが開けて入れたということでね、早速ムカデをパーティーに入れてね、新しく入ってきたイベントの方をやっていきたいと思います。完全に初見ですね。何も説明も読んでないんで、って言ってもなんかツイッターでちょっと情報教えてって言ったらね、クリア回数をみんなで稼ぐみたいな、そういう感じらしいですね。3体は自分でね、所有できるということで、取れるということでね、まあ頑張っていきたいと思います。まあ1人当たりどれだけアクティブがいるんだろうな、ランキングとか見ててもうーんって感じなんでね。よろしく。早速やっていきましょう。行こう。まあ、せめてムカデフル覚醒はさせたいけど、最低6ですよね。で、200万ぐらいだっけ、200万ぐらいなのかな。ちょっと説明見てない、本当申し訳ないんですけど、あーやっていくか。いいかも。眠い、もう寝ようかなと思ってたんですよね多分明日の朝だろうとか勝手に予想してみたり、そんなことはなかった。運営さん本当に残業お疲れ様なんですよね。普通ありえないからね、仕事しててこの時間って完全に残業。すごいツイッターとかで文句言ってる人いたけどね、まあ、いずれ社会人になったらわかる。なんかメンテ開け一回ね、メンテ開ける前に一瞬入れたんですけど、本当にマジで一瞬ぐらい、10秒ぐらい入れたんですけど、その時はなんかみんなのクリア回数の表示があったような、でもゼロだったんですよね。だからこれカウントされるのかされないのか分かんないっていう状況だったんですけど、カウントがメンテ後には消えてましたね。あと0回ですって書かれていたのが、あとうん回ですみたいな感じになってて、多分あれが原因でちょっと重くなっちゃったのかな、このカウンターが。まあ、それか600万っていうね、宣伝でアプリのダウンロードが急激にねされて、接続の台数が増えてサバが落ちたか、まあそういう感じでしょうね。あ、案外早く終わっちゃったんだけど、ワンフロアなのか。ランク上がっちまうよ。結構経験値うまい。ちょっと待って、これどうしようかな、上がっちゃうな。まあいいかこんな早く終わると思ってなかったから、ちょっとここで動画をやめるのはさすがにね、ちょっと遅れちゃったんで、いつも早く出してるんですけどね、今回ちょっと遊んでて遅れちゃったんで。って何これびっくりしたわ、今モニターの方を見ててふとスマホの方に落として、モニターがすげえことになって、これ何、24全部解放された感じか、23か、23だよな東京って。調査チーム03ってことは一気に3つまでしか出せないのかな、これは。ちょとりあえず一句見てみますかって、全然わかんねえんだが説明読んでないから全然わかんねえ。捜査官、グループ、よくわかんねえな。適したメンバー上、このメンバーに合わせていけばいいのかなって言っても、俺ガチャほとんど売ってっからなないぞこれ、またガチャを引かなければならないということなのか、新たな課金要素現るいやー、あ、ここで編成していく感じなのか。でもなんだこれ、どういうことだ、今編成してるやつは選べないのかな。何回も周回しろってことか。ちょっと説明言わない僕が悪いんですけど、お任せ編成でってなったらこうなっちゃうのね。調査成功率 40%。 で待って、これだってさ、
グール、おうおう、グールで行けたりはするのかな。なんか今、あ、でもさっきグールと、あ、でもこうなっちゃうのか。あ、でも調査成功率 78%。強化してないけど、ちょっとこれで調査してみようかな。あ、なるほど、自分で操作するんじゃねえのかこれ。お、石で完了できるんだけど、やばくね、やばくないか、石で完了できるんだ、すげえな。ちょっと適当に送ってみますか。おーおー、あ、今日これ、あ、でも 39% か。これ何、あ、まあまあいいじゃん。あー、でもこれあれだな、お任せ編成で送るとさ、まあ自動的に結構条件のいいやつは選定されるんだろうけど、そうなってくると強化してないやつもあれか、出てくんのか。ってことは、強化しろってことだな。僕今まで使わないと思った分は強化してないんですよね。なんでクレジットがカンストしちゃったりしてね、大変だったんですけど。まあまあ、これはこれでやり込み要素としては増えたのかな。ただ、ちょっと読んでないんでわかんない。もしわかる人がいたら教えてほしいんですけど、これ、自分でこうパーティー組みたいとき、この編成中の、例えば俺だったらひなみとか、あのチーム編成してるんであれなんですけど、できないんですかね、これ。ちょっと、もしわかる方がいたら教えてほしいですね。ということで、今回は、新しいイベント。一つだけ行って24個も一つだけ派遣して、ちょっと急ぎの動画になっちゃったんでね、あんまり喋れてないんですけど、お疲れ様でした。また次回の実況でお会いしましょう。